はいどうも、妖怪三国志クイントリオーズ今回もやっていきます。今回はね、お知らせが更新されてまして、こちらですね、メンテナンス情報がちょっと早いね、月曜日に更新で、京都イベントの開催ということでね、ラストが京都だと思ってたんですけど、どうやらその前に京都があるようで、大ボスウィスパーということでね、次はニョロロンイベント、大ボスウィスパーか、ニョロロンですね。まあ、京都ってニョロロンが多いっちゃ多いんだけど、そっか、イベント準備期間でということでね、はい、あれで予選があって、マジマッチがあるって感じですかね。ああ、でもそっか、つくよみだ。なんか全然将棋イベントと関係ないけど、将棋つくよみがね、また復刻ということで、この将棋つくよみ強かったね。はい、これ貫突できるのでしょうか、ちょっと楽しみにしたいと思います。ガシャの特定妖怪獲得を負け付きということで、どうなんでしょう、新キャラが来るのか、あ違うか、開催中のガシャで以下の妖怪を仲間にするためにということで、高天寺支援馬と暴走閻魔暴走カイラ。そっか、暴走イベントなのかな。まあ、それにしても、高天寺支援馬関係ねえだろうって感じがするけど、まあ、妖怪三国志だね。暴走閻魔と暴走、まあ、暴走カイラは強いけどね、暴走閻魔があんま強くないので、まあまあ、でもね、味方のためになるということで、前半がつく読みで、後半が、ウィスパーということで、難易度もね、8と9が。ということで、まあ、連合もね、組んで頑張りやーという感じですね。まあ、私、これ、無課金サバカの方は、まあ、昔ね、3年半ぐらい同盟を作ってたんですけど、まあ、それのね、同盟があって、まあ、そうなんだよね。昔の仲間とやるためには、サーバー1に移んなきゃいけないんだよな。どうしようかなと思ってたら、こんなタイミングでもう、結構早いタイミングで共闘来ちゃったんで、どうしようかにゃーと思ってるんですけど、まあ、とりあえずステイだな。で、ただね、サーバー2の世界だとね、なんかね、一人同盟なのに、結構ね、親玉にさせられるというか、リーダーにさせられてね、国取りだと、さすがに一人同盟だとリーダーには、いわゆる主同盟にはならないんだけど、なんか知んないけどね、この共闘だと主同盟にさせられるんで、まあでもね、はい、まあ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 、やれる感じでやろうかなと。思います。またあれですね、まあ宝珠はねいっぱいあるんで、まあなんていうんですか、最低限のことを頑張りたいなっていう感じですかね。一応詳しくはね、だいたいね、本気の同盟でやるとね、300コンボ全部溜まってね、すごい何十万ダメージってなるんですけどね、コンボタイムがね今あって、まあ19時に声をかけてって感じになるのかな、朝とね昼ね、なんで、まあ、コンボはね、溜まり方とかあるけど、まあ昔ね、イタリアの方がね、同盟に行ってね、英語で指示も出してたり、会社かよって思ってね、なんか変だけど、会社でも英語使うのにね、国取りでも使うんかいってね、でもその人がどうしてもね、すぐあれに行っちゃうのね、昔はなんとフィーバータイムみたいなのがあったから、そう。だから、そうだから運がいいと、同盟ランキングね、上げられるんですけどね。この辺はまあ、ぼっち同盟だね。でもすごいよね、23位。まあ、だから個人ランキング、まあサーバー2で100位以内ぐらいはね、頑張りたいかなと思っておりますね。この前145位か。はい。ちょっと41位。そう、前回はね、A ランクいけなかったんだけどね。その前まではね、すごい、必ず A ランクいっててすごいなっていつもね、感心してました。でも、そう、10位とかにね、運良くなれたりして。はい。まあ、ただこの辺はね、もしかしたらこの、もうまぜこぜなんで、竜神亭とかもなんか、ね、絆は何箱みたいな感じで復活するかもしれないので、まあ、その辺もね、ちょっとだけ楽しみに。あれ、京都なんちゃら箱ってあんだっけ、京都箱みたいな。もう使っちゃったかな、はい。そう、こういう時に説明するために、日頃から節約してるのにないのかな。すごろく点でもあるよな、きっとな。京都も、あ、京都はマジマッチで、あ、マジマッチじゃねえ、なんだっけ、お宝パスだ。
タカルパスだからあんまりあれなのかな。はい。で、最近の共闘妖怪はね、非常に強い妖怪、まあポカポカイベントみたいにねなってるんですけど、私の手持ちでもかなりね、もう強妖怪に入っている。あ、それでも2枚目か。はい。竜神帝ね、できたら復活して、これね、4突したいんです。竜神帝もちょろっとなんか復活してくれると嬉しいなっていうのと、さっき言ってた、将棋つくよみね、このかなり強キャラ、スコアタで大活躍してくれましたね、この前ね。で、私はその共闘ね、ぼっち同盟なんであんまり突ってないんですけど、これが3突できたら嬉しいなって感じで、つくよみは特になんか、目立った限界突破ないみたいなんだけどね。これがもうめっちゃ強い。もうでも今後ね、雷アップとかどうなるのかしらなんて思ってたのにね。あ、これ花嫁だった。ちょっと待って。すまん。こっちだ。ごめん。これですね。雷。雷 50% アップ。そして、取り付くでもね、60% アップということで、もう開幕ですごいダメージが。100万ドッカンドッカンみたいな感じでね、晴れ能力アップも使えたし、はい、このつくよみもね、すごい、将棋つくよみもすごい活躍してくれたんで、できたらね、そうだよね、限界突破、おかしいなと思ったんだよな、限界突破、いろいろあったはずなのに、本当はね、4突5突いってみたかったね。でもこれできたら3突してみたいね。はい、なんで、必殺技に揚力アップも加わったらかなり、強くなるので、まあ、スコアタはね、絶対あると思うので、まあ、5.5 周年はおそらく討伐戦だと思うんですけど、うん、まあ、スコアタもまだね、あと1回はあると思うので、その時に活躍させたいなって感じなんでね、はい、将棋つくよみさん、楽しみっすね。そう言われると見ると、花嫁つくよみチャンスじゃんね。あれ？花嫁つくよみ、なんかあれだな。あれが見えのか。あと1500だから気合でいけんじゃねえのって思っちゃうけど、そんなことないわ。交流ポイントが足りねえわね。はい。でもなんか気合でいけそうな、すごいあれですね。はい。あと1500ぐらいだったらね、一生懸命ね、こいつをキャンペーンを貯めてワンチャン3突いけるなっていうね。はい。もうあと10万か。結構周回してんだけどな。難しい感じですね。一応、吹雪姫が、プリチーと、そうだな、不気味にょろろん。吹雪姫が4突したんじゃなかったっけな。あ、3突か。ちげちげ、これだ。4突したんですよね。はい。必殺技にたたり追加されたんで。あと4000。あの金貨から交換できたらそれをするか、関東付けそうなんですよね。で、あとはなんだっけ。ああ、そうだ。ウェディングがあとちょっとで関東付で、そんな感じか。それ、あれ、俺何を見せようと思ったんだっけな。限界突破のところを見せたかったんだっけな。あれ？ああ、そうだ。花子さんが、最近の花子さんの方が結構ね、アメミキサードロップしてくれて、これがね、3突いけたんだよね。はい。なので、私、好調ですね、これ。花子さんね、ぜひまあ、アメミキサーとかいろいろ集めちゃったりなんかしてください。私なんかね、大当たりよく出て、小当たりもよく出るんでね、はい、なんかいけちゃいましたね、3突ね。という感じで、あ、そっか、到達がね、ついに終わったのよ。それもあるんだろうな。ただそれにしてはね、今回の花子さん極級3でずっと周回してんだけどね、落ちないんだよね、あんまり。あと8回だから2回しか落ちないんだよね。なんでそんな感じで、花子さんがまだもうちょいかなって感じで、順位もね、どんどん悪くなって46位か。サーバー2だと、46、あ、60以内に入ればいいので、はい、そんな感じですね。累計スコアもね、あるんでね、本当に、花子さん4突はいけないけど、まあ普段だったらね、次に4突できるわ、みたいな感じなんだけど、今回はそういうのがないんで、残念無念っていう感じかな。はい、そんな感じでございます。まあ一応ね、大暴走ウィスパーということで、さっき言ってたね、高天寺支援魔、王族ですね、これがガシャでね、出るみたいなんで、
そういう意味だとさ、この大感謝ガシャと別のが出るんじゃねえかなと思ってます。というのも次は、あ、次ニョロロンかと思ったらカイマエンマなんだ。へー、そうか、じゃあ次はカイマエンマで、そう思っとけばいいのか。まあただね、プリチーやっぱ強いから、プリチーいいよね。勇ましいも良かったな。でカイマのね、こちらが次に来るので、これもちょっと嬉しいね。で後天寺シェンマが出たら、さっきのね、みんなにエキスを与えることができる。ただねこれね、連合だとね渡し合えられないんだよね。それもなんとかしてほしいんだよな。なんかみんなで楽しみたいから、できたら連合もね渡し合えるようにしてほしいんだよね、エキスをね。後天寺シェンマが出るとあれで、あとはね暴走エンマと暴走カイラーがおまけ2みたいな感じのようですけど、今回はかなりみんなにいろいろ与えられるのはかなり難しいなっていうね、そんな感じですね。あの確率の中から多分ねピックアップはされないと思うので、なのでちょっと今回はそのねガシャの得点はほとんど、結構ねお宝パス調整みんな出してたから、今回はこのパスお宝パスたくさんもらえなさそうだなっていう感じで、はい、大同盟であってもさすがにそんな簡単に出ねえんじゃねえかなというところで、まあもしかしたらねピックアップになってくれるかもしれないけど、今んとこね2回イベントがあって2回とも勇ましい豪傑もプリチーポカポカも両方得点にはなってなかったので、はい、ただ後天寺シェンマね、私の後天寺シェンマ2突でかなり強くて、今回のね極級3でも使って、私は使ってますけど、困った時のね後天寺シェンマなんで、まあピックアップしてくれたらしてくれたなりにちょっと嬉しいかなっていうところはありますかね。とにかく守りが固くてバランスのいい妖怪です。そしてもう暴走カイラもね出てた時はすごい良かったんですよ。吸収妖怪で攻撃速度も速くてね、でこれ技封印召喚封印でね、うん、かなり面白いのと、まあ命中弾もいいなっていうのとね、あと昔は、今はなんか標準でね大体ついてるんだけど、昔はちゃんとね命中クリティカルぶつかりとね三種の神器がねついてるってあんまなかったんよ。だからなんかカイラはすごいいいイメージがあってね、悪い取り付け回避アップもあって、1体もあって効果時間減少もあって、で全部ねあのいい取り付く潜在能力しかなくて、そうなんかコンにしたらどれが来ても外れ少ないなみたいなね、そんな妖怪だった。昔はこれステップアップ妖怪だったと思うんですけど、はい、うん、結構今回は、はい、この中から当てるのはかなり、まあ、みんなもね、みんなのために回すと思うんですけど、で、この前ね、私、土曜日か日曜日ガシャ回したんですけど、私はね、結局、これ確定の時しか回したくないので、だから10日目、10日後33枚しかないからな。これは1枚か、43枚相当あるね。だから20回で転生確定だから、まあ10日後になったらね10連回すって感じかな。はい、そんな感じで一応チケットはケチって、おそらくねこの超感謝ガシャがね最後フィナーレが8月3日からね、はい、5種類すべてが実施って感じになるので、まあこれだとね5種類毎日1回無料になると思うね。そこでまあね少しずつ20日に一遍だから多分3回ぐらい確定、60日ぴったりないか、だから2回は確定っていう感じになると思うんですけど、はい、まあ2回確定とプラスアルファでねチケット使って引くって感じにこの8月3日から最後になると思うんですけど、はい、それまでに信長も欲しいしな、ダッキさん、あ、ジョカさんとかもねなんか防衛とか見てると羨ましいので、はい、ぜひいい機会なんでいつかねゲットしたいと思います。ということで次回ね暴走ウィスパーで、この影を見てたらあんまり暴走ウィスパーって思えなくて、イカカモネギ町、あでもよく考えたら共闘ってニョロロンの歴史だよな。はい、なんでただなぜ大暴走ウィスパーなのか、全然このウィスパーには悪いけど不人気キャラなんてねまあぜひねちょっと強いキャラでね出てきてほしいなと思ってます。なんで大暴走のウィスパーにしちゃったんだろうな。超人気ないよな、ウィスパーじゃな。悪いけどな。将棋妖怪で良かったと思うんだけどな。バランス的にニョロロン出さなきゃいけなかったのかな。はい、じゃあ今回こんな感じです。というわけでね、はい、つくよみいっぱいゲットできればいいなと思います。一応ね、再生リストみたいなのもあるので、共闘
京都イベントマサ妖怪三国、あ、妖怪三国志京都イベント再生リストマサとかで検索すれば多分あると思うので、京都ねイベントどんな感じやってたのかを見たい人は見てください。はい、じゃあすいません、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。なんかそう、おまけが欲しいんだよな。もうね売ってるね、ショップで。手形とか売ってるんだね。